はい、こんにちは。パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、カバサ編。今回からシリーズで、カバサという楽器についていろいろ解説していきますで。全部でですね、5回ぐらいの動画のシリーズを予定しておりまして、最初から順番に見ていただいて練習していただくと、完全に初心者の状態から始めて、まあ、最終的にはですね、プロの演奏家と同等のレベルぐらいまでレベルアップできるような内容になっています。で初回の今回は、カバサという楽器についてと、 カバサの一番基本的な奏法の解説をしていきます。はい、カバサというのは南米発祥の楽器で、ちょっとデコボコした本体にビーズが巻きついていて、主にこれを、こう摩擦で擦り合わせて音を鳴らす楽器になります。でちなみにカバサっていうのは本来氷炭っていう意味なんですけども、元はといえばですね、このアフリカのシェケレっていう楽器がルーツだと言われております。 このシェケレというのはもうロ氷炭。えー、乾燥させた氷炭にビーズを巻いた楽器なんですね。まあ、こういう風うに振ったり、こう叩いたりして鳴らす楽器で、これがもっと小さくなって、このようにですね、まあ、演奏しやすいように、取っ手がついたものがカバサであると。で、このカバサ本体はですね、氷炭だったり、まあ、ヤシの実、ココナッツだったりするんですけれども、 これがなかなか手に入りづらかったり、加工しづらい、耐久性の問題なんかがあったりしてですね、これがもっと使いやすいように進化したのが、まあ今のこの金属製のカバサでありますと。で、厳密に言うと、こっちがカバサで、こっちはメタルカバサなんですけれども、まあ今こっちの方が圧倒的にカバサとして認知されているので、もう慣例的にですね、この金属製の方をカバサとして呼んでいます。はい、続いてガキの選び方についてです。 カバサにはいくつかサイズがありまして、今この手に持っているのが標準的なサイズです。ちょうど、まあ、手のひらと同じぐらい。手のひらにすっぽり収まるぐらいが標準的なサイズで、これよりももっと小さいサイズのカバサもあります。で、小さいカバサっていうのはですね、非常に扱いがしやすいんですけれども、まあ、その分ですね、 ちょっと音量が物足りなかったり、演奏できる表現が限られてきちゃいますんで、できれば標準サイズ以上のものを選ぶと良いでしょう。だいたい各メーカーはですね、えー、スモール、ミディアム、ラージといった感じでですね、3種類ぐらいサイズを展開しておりまして、ミディアムかラージを選ぶと良いと思います。で、この本体に巻いてあるビーズなんですけれども、このビーズの紐がですね、本体に対してきつく作ってあるものもあれば、ちょっと緩めに作ってあるものもあります。 それは個体差だったりメーカーによっても違うんですけれども、それが何かというとですね、この本体を、こう振って演奏する方法があるんですね。シェイカーとかマラカスみたいに。で、その時このビーズの紐がきついと振ってもあんまり <laughs> 音が鳴りません。え、これちなみに結構きつめの紐なんですけれども、どうでしょうか。多分ほとんど音聞こえてないと思うんですね。で、対して、ちょっとこの紐がルーズっていうか、 ゆるく作ってある硬さだと、こう振った時にチャキ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 ってこう、しっかりと音が鳴ってくれます。で、ざっくり言うと、このビーズがゆるい方が演奏表現の幅が広いです。いろんなことが表現できる。まあその分ですね、ちょっと扱いが難しい演奏の難易度っていうのは上がります。 対してこのビーズがですね、きつく作ってある方が圧倒的に扱いやすい、演奏しやすいんですけれども、演奏表現の幅っていうのはちょっと限られてきちゃいます。まあ、この辺はですね、好みとか、あとは使う用途に合わせて選んでみてください。はい、ではいよいよ実際に演奏してみましょう。えー、かわさっていうのはですね、こう見て結構いろんな演奏方法がありまして、先ほども言った通りですね、こうやって振って鳴らす方法もあれば、 ちょっと揺らして鳴らす方法もありますと。で、もう片方の手添えてですね、こうやって回転させて、こう、擦る方法もあればですね、こう。なんでしょう、ジャグリングみたいにちょっと投げて、ザーっていうですね、ロールをする方法だったり、 まあこういうふうに叩いたりすることもできます。で、今回はですね、一番基本的、ベーシックな回転させて、こう鳴らすっていうのをやってみましょう。はい、ではまずカバさを持ってみましょう。楽器を持つ方の手はですね、右でも左でも、どちらでもやりやすい方でいいんですけれども、基本的には利き手で持つ方がやりやすいと思います。で、持ち方はですね、人差し指と親指で、この取っ手の部分をつまむようにして、 他の三本指を添えると。これだけです。っていうのは、この、ガキ本体をですね、回転させる動きっていうのは、あの、鍵を閉める、開け閉めする、この手のですね、回転の動き、前腕の回転の動きを使いますので、ま、鍵を閉めるような感じでですね、こう、人差し指と親指を持って、他の指を添えて、こう回してあげるとやりやすいと思います。 はい。では、鍵を開け閉めする。あるいはドアノブを開け閉めするような腕の動き。まあ、これ、肘から先前腕って言うんですけども、前腕をですね、こう、回転させる動きのまま、カバさを持って腕を回転させてみてください。はい。まずはこのように腕の回転だけを使って、 ザザ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 っとですね、なるべく均一に刻めるように練習してみてください。おそらくですね、初めのうちはこんなに綺麗にならずに、みたいな感じで,ですね、このビーズが遊んでしまって全然綺麗にならないと思います。コツとしては、まずこの肘から先の腕とこの取っ手にかけてをですね、なるべく一直線上にする。 つまり腕に対してこの取っ手がですね、こういうふうに曲がっていたりせずに、ま、なるべく腕の一部というぐらいですね、この一直線上を意識します。そうすると、この回転とこのビーズの動きが合ってくるようになると思いますので、なるべくこの一直線上を意識すると。で、なるべく、えっと、少ない動き、 小さい動きから始めてみてください。いきなりこう、大きく動かすとですね、もうコントロール不能になってしまいますので、こう、細かく小さく、動かすところから始めて、だんだん感覚がつかめてきたら、ちょっとずつ大きくしてみる。っていう感じでやってみてください。 で、このビーズの紐が緩い楽器。緩い楽器に関してはですね、こんなに、ザザザザって綺麗にならないと思います。ならないと思いますので、まあ、緩い楽器に関してはですね、おおよそでいいので、この、この行くときと帰るときの音が大体同じになるように練習してみてください。はい、ではある程度腕の回転だけで、こうザザザっと鳴らせるようになりましたらですね、いよいよもう片方の手をこのビーズに添えるようにします。 大体いい胸の前ぐらいに構えて、この腕の回転だけを使って、こういうふうに擦って鳴らします。で、僕のレッスンでは便宜的に腕を内回りに回転させる方をダウンと呼びます。これダウンですね。内回りっていうのは、親指側を自分の方に倒していく腕の回転です。 右利きの人は半、えー、時計回りの動きです。これ多分画面越しに見ると反対に見えると思うんですけども、自分から見て半時計回りです。左利きの人は時計回りの動きがダウン。で、反対に、えー、外回し。右利きの人は時計回り。左利きの人は半時計回りの動きをアップと呼びます。こっちがアップ。こっちがダウンで、こっちがアップ。 こっちがダウンで、こっちがアップ。ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ。という風に呼びます。ではまずこのダウンとアップがなるべく同じ音量、同じ音の長さになるように交互にやってみてください。ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ。 これいっぱいですね、回転させれば、回転させるだけ、音の長さ、長くなりますよね。この擦れる時間が長くなるので。だから、なるべくこの音の長さを揃えたい場合は、ダウンで行った分だけ、アップで変えると。ま、簡単ですよね。え、すれば、ま、おおよそ同じ音量、同じ音の長さになります。はい、ではしばらくダウンアップやってみましょう。せーの。 ダウン、アップ、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 ダウン、アップ。はい、できましたでしょうかできましたら次はですね。 ダウン、ダウン、アップ、アップっていうの。二回連続でやるっていうのをやってみます。つまり、ダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン、ダウン、アップ、アップ。で、こう、二回動かすので、最終的に元の腕の位置に戻ってくるんですけれども、こう一回の動きが大きすぎると、こう腕が、回転が足りなくなってしまうので、ま適度な回転で二回できるように。ダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン、ダウン、アップ。 で、すべての音が同じ音量、同じ音の長さになるように注意して、ダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン、ダウン、アップ、アップ。はい、いかがでしょうかできましたでしょうか この回転させる奏法に関して言えばですね、今やったダウンアップとダウンダウンアップアップさえできればもうどんな複雑なリズムでもですね、演奏することができます。で、次回からはこれらを使って具体的なリズムパターンっていうのをやっていきますので、まあそれまでにですね、しっかりと練習しておいてください。はい、というわけで今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。こんな感じでこのチャンネルではパーカッションのレッスンや情報発信などしてますので、ぜひチャンネル登録して活用してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。